やあ。つい、ほらの体が完全に治っても勝てるかどうか。せめてもう少し耐えてくれ、頼む。これ以上待てねえ。君は何者だ？いや、聞く必要もないか。そんなボロボロの体で僕に勝つ気？一体なぜこんなにすぐ？フリーザは宇宙の帝王と呼ばれるほどの力の持ち主です。どうかお気をつけて。やってくれましたね、皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれました。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私はもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。許さん、絶対に許さんぞ、虫けらども。じわじわとなぶり殺しにしてくれる。なんだと？なんだ、まだいたのか。わらわらと目障りな。いいだろう、貴様らまとめて皆殺しだ。なんて気だ。勝てるわけ。今度は死ぬなのよ。たった4匹のアリが恐竜に勝てると思ったのか。勝てる。俺とこいつらの全員でかかればなんとか勝てるだ。こいつらの戦闘力はどんどん上がっている。そして俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。何を言い出すかと思えば、一気かに触り合うんだ。皆さんを守りながらフリーザと戦ってください。しかし死にたがり屋がたくさん集まったものです。変身しろフリーザ。どうせなら今すぐ変身して正体を見せたらどうだ。変身？宇宙人の中にはごくたまに必要に応じて変身するやつがいるんだ。そこまで死にたいか。いいだろう、私はあと3回変身を残しているんですがね。気にせて、はあ、私を本気で怒らせたご褒美です。バカ、いきなり回収形態になるなんて。死なのやつが解放されている。ご主人さんの復活が間に合わない。貴様ら、いいものを見せた。まさか、お前、勝つ自信があるのか。なあ、
した自信がベイジータ。それとも恐怖のあまり頭が起こしてなかったかな。今のうちにそうやってニヤニヤ笑ってる。ここにいるのが貴様の最も恐れていたスーパーサイヤ人だ。相変わらず冗談だ。すまらん、戦う気がまるでなくなっちゃったよ。ちょっと早いけど、俺目を刺しちゃう。待たせたな、ピッコロさん。また豆っこじ。ま、ベジータはもう動けないようだし、次は君で遊んでみようかな。なかなかの強さだね。部下に欲しいくらいだね。ピッコロさんが死んでしまったら地球もドラゴンボールも消えてしまいます。絶対に勝てなければ。でも物足りないね。君は僕には勝てない。出力の半分も使っちゃいない。今度は死ぬかもね。遅くなってすまなかった。あとはオラが何とかする。カカオット、あいつだ。フリーザが今度はサイヤ人の惑星ベジータを破壊しやがった。死ぬお前だ。頼むフリーザを、フリーザを倒してくれ。頼む。ベジータまだくたばってなかったんだね。しぶといやつだったよ。お前だ。オラも少し分けてくれ。今度は死ぬかもね。オラ地球育ちのサイヤ人だ。もう死に殺せた。サイヤ人たちのためにも、そしてここの生き星人たちのためにも、おめえをぶっ倒す。くだらない。おめえちょっと頼まれてくれっか。今からしばらくフリーザを引きつけてほしいんだ。うまくいくかわかんねえが、やるしかねえんだ。元気玉だ。ゴクリさんは元気玉を使うつもりで、なんとか時間を稼いでください。悟空様を守りきれば、元気玉を打てれば、きっと歴史は元に戻ります。このナメクセと近くにあるたくさんの星をほんの少しずつでいい元気を分けてくれ。君も思ってたよりやるみたいだけど、体力を倒すことはできない。何を考えるんですか。おとなしく故郷の星に帰らないと死ぬよ。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。
そんなピッコロさん、一匹もおらず生かしては返さんぞ。やめろフリーザー、ゴーク許さんぞ。欲も怒ったぞ、フリーザー。うわっ、ここまでの歴史の流れは正しいものに変わりました。フリーザーを倒してください。それで全て終わります。これを連れてさっさと地球へ帰れ。それがちょっとでも残っているぞ。とっとと消えるんだ。はい、ありがとうお父さん。僕は待ってる。元気なお父さんの姿待ってるよ。お前はもう謝っても許さないぞ。何者だ。とっくにご存知なんだろう。俺は地球から貴様を倒すためにやってきたサイヤ人。穏やかな心を持ちながら激しい怒りによって目覚めた伝説の戦士、スーパーサイヤ人孫悟空だ。少しはマシな動きができるようだな。鍛えがいがありそうだ。見せてやるぞ、 100% の力を。あと5分もすればこの星は宇宙の地となる。いや、5分もあれば十分だ。貴様を倒す、仲間と共に脱出する。時間稼ぎ。あのガキたちがこの星を脱出するため、今度は死ぬかもね。時間稼ぎだと、そんな必要はない。貴様は死ぬ。これからここで世界一を聞くのはそこまでだ。黙らせてやるぞ。こいつたまりでこないね。いいだろう、君は国家みじんにしてやる。この地球人のように。この地球人のように。フリーのことか。どうした、貴様の力はそんな手。なんだ、あれはそうか、海王さんがドラゴンボールでみんなを。よし、お前のことはよく知らねえが、ずいぶん助けてもらったな。だが最後の決着は俺につけさせてくれ。サンキュー。
助けを断るなんて悟空さんらしいですね。でも大丈夫、悟空さんは勝ちましたよ。巻物もちゃんと元通りです。それにしてもミラたちの邪魔が入らなくてよかったですよ。そう、あの二人は現れなかった。ええ、それがどうかしたんですか？邪魔をしたら消す、奴らはそう言っていたのよね。どうして今回は出てこなかったのかしら。さあ、単なる気まぐれじゃないですか。そうかもしれないわね。ともかく二人ともお疲れ様。はい、お疲れ様でした。とあの二人の仕業にしては歴史の改変が起こるのが早すぎた。ひょっとして他にも歴史を変えているものがいる。まさかね。